どうも、井上バーでございます。ノーミルク佐藤です。ミルクとプレビューのお時間でございます。どん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 パホということでね、はい、さあ、プレビューでございますけど、ミルトトというね、あの、概要欄に書いてますけども、はい、あの、キジトトカルチョコーナーをね、あの、得点争奪でやっております。ランキングもね、サイトで出ますんで、ぜひ応募していただきたい。よろしくお願いします。途中からでもいいですよということですけれども、先生ね。はい、そうなんでございます。はい。この週末行われるのは、今週なんと、あの、J3 さんの方がお休みで。うん、ああ。なんだ、J1。ちょっと待って、先生。映ってる。びっくりした。今、何か本当に問題があると思っちゃって、今、へっていうマジの顔しちゃったじゃないですか。映ってるんですよ、顔がね。すいません、失礼しまーす、ね。すいません、不細工引きずりましてね、申し訳ない。はい。それとね、今日のタイトルにさせていただいたんですけど、まず、皆さん、はいはいはい、今節から始まる5月末までの長連戦と書かせていただきました。長連戦らしいじゃないですか。1週間に2試合が、はい、ここからまたしばらくずっと続きます。いや、忙しいね。大変なことになって、ね。リーグ戦以外にもってことないでしょ。まあ、ルヴァンとかもね。ね、あります、ね。サッカー見れるってことでいいじゃないの。いいじゃない。そうなんです、うん。でもってことは、ちょっとこれ、うん、こっから問題なのが、うん、いわゆるいろんなことを考えるときに、いわゆるベストメンバーでみんな考えがちだけど、うん、試合によってはベストメンバーで来ないよっていう試合とかも、もしかしたらチームによってはある。はいはいはい、そうだね。これも去年なんかも栃木とか長崎、はいはいはい、今年だったら広島もやってますけど。うん、週末のチームとね、完全に分ける。うん、そうなんですよ。だからそれによってもしかしたら、勝敗判定は結構変わってくるかもしれない。なるほど。これ先生がね、作った前、ね、クレイジーデータマンが作った AI、ミルトト君。その辺、加味し、できるんですか？無理でしょ？これはできません。あ、これできないのか。本当にできません。本当にできないね。それは無理か。そっか。そうですね。だって、それもし知っちゃってたら、下見知ってることになっちゃうからって話になっちゃうので。予測、ね、未来予測ができてるってこと、監督の脳みそと繋がってるってことになっちゃいますよね。確かにね。そこまでいけたら、それを理想としてやっていきたい、ね。そのリズムができてくれば多少加味されるかもわかんないけど、まだわかんないってことだね。まだわかりません、ね。わかりました。はい。はい、ということで。10節と8節ということでしょ。J1、J2。はい。そうですね。ということで、大体、まあ、計算方法とか、まあ、左下にね、こちらあります通り、ピタゴラス勝率とか、フォアソムンブとか、まあ、いろんなもの使ってますよと、うんうん。ね、日本語で書いてくださいね、来週から。日本語だわ、漢字か、漢字とカタカナだわ。突っ込んだ、突っ込んだ。ありがとうございます。はい。それでですね、13試合で、その中でダブルは3回、トリプルは1回まで使えますよというルールになっております。はい、ということで、じゃあ今日も J1、J2 の順でいきたいと思います。はい、行きましょう。こちら、ご覧ください。さあ、ミルトト君が弾き出した、パーセンテージ、失礼があったらごめんなさい。ミルトト君が滑って悪いんです。ということでございます。はい、こちらでございます。精度上がってきたんですよ、だんだん試合数もね。そうですね、前回も8、はい、13まで8か9当たってたような気がしますね、確かね。ミルトト君は。そんなに精度上げてきてるわけですか。ちょっと上げてますね。はあ、そういうもんなんですか、やっぱり。まあちょっと数値いろいろ出揃ってきたからのもあるかもしれません。ただここからがやっぱりね、また日程がうんぬんとかっていうところとか、さっきのベストメンバーってところでずれるかもしれないですけど。なるほどね。まあここからも AI 見れたところは頑張ります。見ていきましょう。はい。金芸がありまして、はい。札幌対マリノスはこのようなパーセンテージでミルトト君予想してますけど、対象試合は土曜日からってことですね。そうですね。一番上の、札幌マリノス戦と一番下のガンバ清水戦以外はミルトト対象の試合となっておりますと。はい。わかりました。はい。うん、まあ、金ジェのね、このカードに関しては、マリノス有利なところだけど、うん、なんか、札幌ドームでやるときって、なんか札幌強くないってちょっとイメージあったりする部分もあるので、なんか、ね、必ずしもこうだってことにはなんかならないような気はしてますが、うん、ただ、マリノスあれなんですよね、開幕節の川崎以外にはまだ負けてないっていう形なので。なるほど。はい、ったどうなるかと。うんそうですね。そして続いて、2試合目が横浜 FC 対仙台、はい。いや、ここですよ、先生。ここだと思う。ここはもう、どっちのチームにとってもすごく大事ですよね。今節 J1、J2、全試合の中で、一番大事なカード、ここだと思います、正直。19対2組ですからね。その中でミレトト君が弾き出したのは、大体どっちかというと、ドローの方が高いんじゃないかっていう。おー、なるほど。うん、まあそうですね。うん、まあ正直まだ両チームとも勝ってるっていうデータが今シーズンはまだないチームなので。立ち寄りを目指してってことだもんね。っていうことになるでしょう、ねうん。ここでも勝ったら勢いに乗りますもんね。これはちょっと注目でございます。横浜ホーム。うん、はい。はい。やったなっております。なるほど、ね。そして、うん、正直全く読めないのが、おお、読めんね。はい。これね、右側に相性はありますけど、はい。ただ2014年のこれ徳島鹿島の相性なんで正直当てにはなりません と。これあれじゃない先生、ザゴ監督解任、そしてね、新しく相馬監督が率いる初戦。であり、徳島から見れば、はい。
ポヤトスさんが。そうなんですね。ご到着されて。そうなんです。初采配。ね。だから、正直、わかりません。はい、今まで、ズーム会議しかしてなかったわけでしょ、みんなと。そうなんです。ポヤトスさんってこんなでかかったんすか、わかんなかったっすっていう。ビビってるかもしれないからね。いや、そうなんです。思ってた2倍ぐらいあるじゃないですか、みたいなね。どういうことだよ。ね、小柄ですからね、実はね、ポヤトス監督。なんでちっちゃいじゃないですかってなっても逆にね。まあね。あれですから。なんで身体性なの、あくまで今シーズン含む踏まえてのデータだと、ちょっと徳島の方が有利ってのはありますが、ここまでのね、勝ち星がっていうことですもんね。そうですね。これちょっと面白いですね。いや、そうですね。どうですか、初戦の相手としては、鹿島的には、相馬さんの初戦としては。いやー、どうなんでしょうね、ここね。アウェーですね。あとは、ただ、徳島としては、柿田選手が多分出られないはずなんですよね。ああ、そうなんですか。レンタルだから、鹿島から。ああ、そういうこと。そのあたりがどうなるかっていうのが、ちょっと注目かな。川田選手が得点、まあ、キーマンになるのかなと思いますね。逆にそれ変わって出た選手が奮起したりしますからね、そういうとこ、ね。いや、そうなのよね。そういうのも要素の一つ。そこまでは見ると、とちゃん読めてないんじゃないの。そこまで厳しいですね。ヒューマンな部分まだわかんない。アホみたいな顔してるからね、見ると。顔、ね、あったんだ。はい、そしてその次でございます。はい、福岡対東京、うん。ここはちょっと福岡有利とは出てますが、うんうん、相性だと東京なんだけど、ぐらいのもんですね。はい、はい、はい、そうなのか。ただ、ここね、また難しいの、まあさ、皆さん、うんうん。コンディション。あ、ミッドウィークにね、川崎とやってるからね、福岡は。そうなんですよ。届きまで来てるからね。そうなんです。しかも、雨でちょっと大変で結構ね、フィジカル使った試合なので。そうか、そうだ。ああね。うん。今頃、ちょうど今頃こうね、帰ってるとこかなと思います。風邪ひいてないといいですね。いや、ほんとに。今日は止まるのかな？今日は多分泊まりだと思うんですよね。泊まりだね。そっかね。あ、じゃあすぐシャワー浴びてね。シャワーは競技場で浴びるのかな？浴びると思いますね。大丈夫だね。あ、川崎戦終わりの両チームってことなんだね、これ。そうだ。らしく。マーさん、天才。うん。そういうことだね。すごいですね。ストレス溜まってるよ、どっちもだから。いや、おりゃーっつって。おりゃーっつって。うん。いいになってくるんだから、例えば福岡だと、この川崎戦出なかったゴールキーパー村上選手とか、うん、あとは前半でシリーズだった吉岡選手だったりするかなと思うし、うん、東京はやっぱり川崎戦唯一出なかった、もっとフラストレーション溜まってる男、渡辺剛。うん、そっか。出場停止でね。なるほどね。だなんでそんなところになってくんのかな。そこをどう強く見るかによって変わってくるのかな。なるほどね。そういうのってデータには入れれんの？注目だよっていうのは。いやー、ちょっとなかなか難しいですね。まだその辺は。あとしかもこれ、これ試合終わって1時間もしないうちに収録してるから、そんなデータ入れられるわけがないって。まだまだですね、先生。いや、無理だよ。なの？さあ、そして、大分、柏原でございますよ。はい、大分、柏戦でございますね。フラットな。そうですね。過去のデータから言っても、うん、まあ、大分1勝、柏2勝でドロー3回ってことなので、ちょっと似た成績ですね。あと、両チームとも、そしてそろそろあれですね、はい、新外国人がチームにも合流するかなっていうタイミング。はい、大分にはもう一人確か合流したのかなっていうところですね。出てくるかどうかまだわかりませんけど。うんうん、温泉入ってるのかね、今頃ね。ただね、まあ、今年この2チームって、実はミルワカでまだそんなに取り上げてない2チームなんですよ。うんうん、っていうのも、うん、結構な改革やってるんですよね。ああ、そう。あの、大分って3バックじゃないですか。うんうんうん。4バック最近やってるんですよ、よく。で、柏も3バックやったり、3ボランチやったりとかしてて、やっぱ去年のオルンガ対戦の時とはちょっと違うってところがあるから。まあそうだよね。ちょっと試しながら変えていかなきゃいけないもんね、これね。そうなんですよ。だから、大谷選手がね、輝いたりして、また一つになった。いや、そう。ね、自分のこの筋で表せない中があるよね、これね。あるねー。ああ。ここもだからね、ちょっとだけよく、ちょっとデータからしたら、そんなにこう分かりづらい部分だったりするので、ま、トリプルをまあどこで使うのか。なるほどね。まあ、これからあれでしょう、外人さん、新外国人、続々加入の両チームでもあるわけですから。これ分かりませんね、どうなっていくか、ね。そうですね。そして続いては、湘南対神戸でございます。はい。データでは、はい、50% とかね、寄ってますけど、はいはいはい、相性では実は湘南の方が上なんですよ、神戸戦に関して言えば。はい。去年からも、本当だ。イメージでも確かに神戸相手に湘南って勝ってるイメージがすごい強いんですよ。相性も湘南の方が良くて勝ってて最近で言うとね。うん、ええ。でもあれか、リーグ戦で5勝してるっていうのが神戸の、あれか。そうですね。50% のちょっと理由ですか、これは。得点失点なんかもね、バランスいいですからね。う
うんうんうん、そこをやっぱさ、ね、あの前節でも、こう得点奪ってみせた田中聡選手、うん。あ、そうだね。そのあたりにちょっと注目なんじゃないのってのはやっぱり、ね。ブルーハシーがね、もう本当止まりませんからね。止まりませんからね。そのあたりも。はい。はい、あと個人的には、ちょっと湘南美幸選手が多分ね、はい、出場停止明けて復活してくると思うので。はい。みゆき、菊池流保という元レノファ対決にもちょっと注目したい。いや、先生も、そう、次の話行こうと思って、次の行が目に飛び込んできちゃってるんですけど、僕、びっくり。怒られますよ、先生、これは。いや、こう出ちゃったね。広島でもですか。という、ね、あの、数字になった、この、どういう要素だったのかっていうのね。あの、まず言えば。はいはい。制作者というか。AI ミルトと君の意図組むと、ね。インプッター、ま、インプッターにね。はい。あの、はいはい、相性からしても、まあ、川崎がまず上。うん、今季成績でも、まあ、川崎の方が上。うん、さらに負けてない。あと、轟、うん、川崎ってずっと負けてない。そういうところ、うん、ホームアンドアウェイのところもそう。もう相手が誰であろうと思っていう感じですか、これは。そうですね。ね、あと、広島実はちょっと上、あの、結果的に、そのシーズン上位になったチームに対してはちょっとあまり強くないんですよ。うんうん、下はちゃんと倒してる、コンスタントに倒せるけどってのは、そのあたりもおそらく出ちゃったのかなと思います。先生はどう思います？広島が、こう、川崎を倒すなら、どういうパターンが予想される？僕は、川崎の誰かを退場に追い込むじゃないですかね。田中碧とか。城北さんがちょっとそれ狙ってるかもしれない。狙うならそこら辺かなと。なるほど。田中赤にするってことですか、先生。先生ですよ、おっしゃったのは。でも、はい、そういうことかなと思います、本当に。JGA とかね。そのあたり狙ってくるのかな。そのぐらい逆にやらんとってことで、あのね、山根選手、ダミアン、山根みたいな、あれ決まっちゃうんだもんね、ミッドウィークもね。ですね。あれが決まっちゃうんだから。このままいけばなんですよ、ペース的に。うん、あの、ダミアン選手、25ゴール、25アシストがありえます。目つぶっていましたね、今。そんな顔して言ってんすね、いつも。ドヤ顔、はい、ドヤ顔の時目つぶるんすね。データがまぶたに映ってるんですね。さあ、あの、思い出さなきゃいけない時にこう目つぶる。ああ、そうなんですね。ご注目いただけたらと思う。なるほど。でもこれ、広島行ったら面白いなって思いますね。はい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 。ね、注目はその下もなんですよね。名古屋と戦。これも好調対決ですよ。にもかかわらずですからね。名古屋が。ね、この試合は、うん、僕スコア3パターンしかありえないと思ってます。3パターン、はいはい。いいですか、私。はい。はい、宇野ゼロ名古屋、もしくは宇野ゼロ鳥栖、うん、もしくは0-0。はい、だと思います。どの3試合ですか？はい、その3試合だと思います。3試合じゃない、 3パターンですね。あ、そう、フィニッシュ間違っちゃった。せっかく当てたのにフィニッシュ間違っちゃった。恥ずかしい。はい、あ、そういうやっぱり、ね。フィニッシュが動かないと思いますね。ああ、そういうチームスタイルってことですか？ちなみにね、マーさん。トスこれで3敗しましたけど、はい。失点数いくつか覚えてますか？トスは1じゃなかった？いや、じゃったら3敗しないから。何言ってんすか？ 2。いや、だから。あ、そっか。バカなのかな？バカなのかな、僕。3。そういうことです。ああ、そっか。すげえ。もう、名古屋に対してどう点を取ればいいかってのは、正直やっぱりもうデータとかじゃもう出てこないのでもう分からないから。硬いグー同士のじゃんけんって感じだよね、これね。そうですね。グー同士の硬さ、もうグーで殴り合う感じだね。だそうですね、キーマンは小山津選手をどう見るかだと思います、この試合は。お、元古巣だってのと、あの、実は、うん、トスは、今回そのミッドウィークの試合は、小山津選手を前半休ませたんですよ。うん、途中から出したんですよ、後半。それは名古屋戦に向けてスタミナそんなに。あれのためかななんてのもちょっと思っちゃって、見てますね。どうなりますか。そこら辺をどう見るかな。わ、うん、かりました、ね。楽しみでございますね。そして、はい、セレッソ浦和は、おお、結構セレッソ寄りに。おお、そうですか。僕はここまでいかないと思います。うん、なんなら浦和の可能性すらあると。ほう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 。なんでこんなになっちゃってるんですかね、見ると。やっぱ相性もそうだし、うん、やっぱ数値上のものが多くて、やっぱセレッソ得点が多いのと、で、浦和確かに勝ってはいる、勝ち越してはいるんですが、まだ、うん、得失点差マイナスなんですよ。ああ、そっか。そうそう、そこまで得点はできてないっていうのがあるので、ね、そこからデータだとこう出ちゃってるけど、ただ直近3試合とかだけ限定で考えたら、ずっと浦和さっき勝ってるじゃないですか。そうね。その流れ踏まえれば、ちょっと浦和、僕は優勢かな、なんてこともちょっと思っています。なるほど。やっぱ流れっていうのはありますもんな。うん、そうなんですよ。はい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 。あとは、だからそこを、あとはミッドウィークの西尾選手ね。あ、そうね。
あのオンゴールを跳ねのける力になってくれたら、浦和の攻撃陣もかなりこう塞いでくれるんじゃないかなってのはあった、ね、やっぱチームとしてはああいう負け方の後は勝ちたい西岡のためにもって思うだろうし、あるでしょうからね、監督も俺出すと思うんですよね、やっぱし出すと思う、出すっていうかさ、そ う, あそうだよね、うん、ああ、中曽根のドラマもちょっと見たいですし。そうですね、うん。ってございますと。そうね。そして最後、対象試合では大事ですか、うん、ガンバ、対清水。ここも流れといえば、ここもね、ガンバは。だからガンバ今来てる感じがありますから。ここね、うん。で、清水としては今やっぱディフェンスをね、ちゃんと今強化してるところではあるけれども、うん、ここでだからやっぱガンバのオフェンス陣を抑えることができれば、うん、やっぱ本物だってことは言えると思うので。はいはいはい。まあ両チームともなく結構ここも硬い試合になるんじゃないかなって、こう3点4点とか生まれにくいゲームじゃないかなってなんかここも思います、ね。1-0-1-1とかね、それぐらいかなと思って、はいはいはい。これもまた面白そうなカードでございますね。はい。はい。じゃあ続いて J2 見ていきましょう。お願いします。ドン！ミルトト君が弾き出したパーセンテージ。うんうんうん、はい、こちらでございます。はいはいはい、一応ミルトト対象試合としては左側ね、青くなってる部分。千葉、栃木、新潟、金沢、京都、北九州、そして、岡山、水戸、琉球、ヴェルディという形に。はい、これ対象試合はさ、先生、何を基準に決めてくれてるんですか？ですね、うん、このうちの4試合はそもそもトトと一緒。リアルトトと一緒の。はい。で、はいはいはい、もう一試合に関しては、僕が、実は手元でくじ作って、それで、決めて。ええー、すごい。そんな可愛らしい行為のこと、教えといてくださいよ。ピタゴラスなんとかっていう、説明の下に書いといてくださいよ。対象試合はくじ引いてまーすって。わかりました。そのね、先週、はい、先々週とかは、はい、マーさんが J3 で実況あったじゃないですか。はいはい。だから、J3 で、その試合対象に行ってでもやったんですけど。ありがとうございます。そうか。今回、どうしようってなった。くじ引いちゃった。いいですね。一応ね、やっぱこの一番上とか一番下みたいな、うん、やっぱ、初対戦組のところは抜いて考えたりとかやってる、ね、はいはいはい。まあね、対象試合、うんぬんもありますし、ね、うん、なんか、クリマチ楽しみだねっていうあれでもありますから、ちょっとすごいパーセンテージ目に飛び込んできちゃった、新潟、金沢、これ怒られますよ、ミルトト君、これ。これすごい出ましたよね。金沢の方、カンカンですよ、今、ミルトト君に対して。僕は、ただ、金沢あると思ってます。はい。まあ、相性面でも実は金沢ちょっと優勢だっていうのがあるのと、そうじゃないですか。はいはい、はい。唯一、入れられない、うん、いわゆるデータにならないデータ、情報っていうのがあって、うん、いわゆる戦術。うん。新潟が今シーズン唯一、勝てなかった試合が相模原戦なんですが、うん、はい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 。金沢戦術がそもそも似てるんですよね。なるほどね。うん。だから、はいはいはい、いわゆる 1-0 みたいなカードとかにはならず、うん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 、ちょっと打ち合って、だから、ちょっと金沢にも結構、こう新潟やられるあるんじゃないかなーなんてことも思いながら、なるほど、よかった。今もう辻を信じダイレクターの留飲が下がりましたよ先生。ミルトト君もにピンタシに東京向かってたとこでしたよ今辻尾さんが。いやちょっと、ね両チームとも去年で、This is my club で練習やらせていただいた。あ新潟もそうですよ。新潟もだってこれはもう調子いいわけだから。っていう意味では先生これちょっとミルトト君沖縄ね琉球対あれですよ東京やりすぎですよこれ。これはちょっと極端すぎない先生これ。僕も、琉球いいけどさ、今。そう思う。だから琉球やっぱりいいのと、相性もヴェルディに対していいのと、なるほど。あと、さっきの戦術だったりは、新潟は金沢に対してちょっとね、苦手な戦術取られるからってのでのあれはあるんだけど、同じタイプなんですよね。ボール持ちたい系のタイプの2チーム。ああ、そっか。なるほどね。あと、極めつけ。琉球ホーム。そう、琉球ホーム強いんだよね。これよ。ああ、じゃあ琉球が勝利するっていう要素が、その、要は、ピタゴラスなんちゃら計算式的には、こうなっちゃうっていうのは、なんかわかる気がしますわ。でしょ？なるほどね。ただ、そういうことじゃないから、サッカーっていうのは。そうなのよ。そういうことだから。うん。当日、雨降ったらどうなるのかって、やっぱこういう数字は変わってくるもんですからね。私、すっごい、サーターアンダギー試合後の楽しみにしてるかもしれない。小池純選手。恋カジの二人がすごいサーターアンダギー好きかもしれない。それ終わって食べるの楽しみにすごい活躍するかもわかんないから。終わった後になんか田中啓太選手と小池さんでこうコラボとかしてるらしいですけどね。いいですね。そうですね。そうだ、田中啓太さんがね。ねえ。またクロスバンバンこう入れてね。あ、これちょっと楽しみなカードでございますね。いや、楽しみだ。あとはね、ヴェルディ古巣のリオンジ選手とか琉球にいたりもしますから、はい、さてどうなるかとかも、うん。コラボしてくれるんですもんね。ね明日繋いで撮るんですもんね。我々4月15日。田中啓太さんとね、これ言っちゃってよかったのかな ?OK です。大丈夫ですけどね。そうでございます。小池さんもね、もうそろそろお願いしますよ。ちゃんと言わなきゃね、そうだね。
そうだね。でも、シーズン中ってちょっとやっぱり遠慮してないよね。そうなんですね。いつ行っていいのかどうかってなかなかわかりませんからね。もじもじしちゃってそうですよね。中2の女子のバレンタインみたいですよ。我々ずっと。待ってますよ。はい、お願いします。はい。あとはね、やっぱり気になるのは一番上じゃないですか。一番上。ああ、来た。山形ね。まずこれね、この試合、名前が出た、名前ができました。あ、ダービー名初に、だからね。確かに、奥羽本線だっけ？奥羽本線っていうのと繋がってんの？奥羽本線っていうダービー名になりました。へー。で、なんかね、かっこいいね。渋い。これ、ちょっと面白いルールができたんですよ。はい。ローカルルールで。奥羽本線、そっか。これと、もう一試合、いわゆる、ホームアンダーウェイで2試合やるじゃないですか。今年成績良かった方が、来年、ホームアンダーウェイ2試合とも、ホームのユニフォーム着れるらしいです。おー、いいのそんなの。J リーグに確認しなくていいのそれは。それは、当該チーム同士で決めれることだから。いいんじゃないですか。いいじゃないですか。なんか面白いなと思って。ちっきしょ、俺たちのホームなのに、ホームのユニフォーム着れねーとか言えるわけだ。そう。あ、これはいいね。なんか一ついろんなこうドラマ作れそうで。いいね。いいですよね。久しぶりのホームのユニフォームです、みたいなね。そう。ああ。だってアウェイユニが売れたりするからね、逆にそれで。いや、そうなの。ホームにしか行かない人はアウェイユニもいいじゃないって。ね。いや、これはちょっと本末転倒ですけど。まあね。ああ、そう、あ、これいい。なんで今までそれ思いつかなかったんだろう。いいルールだね、これ。いいルールですよね。これはやっぱ両チームともね。本線っていうのは電車の名前ですか？電車の名前だと思いますけどね。なんか、トミカとコラボしてね、なんか。なんで電車、プラレールのやつ、奥羽本線限定のさ。あ、いいですよ、ね。大事なんだろう、子供はあれ。ね。いや、ほんとそうですよね。電車いいね。で、秋田はこのな、堂々とした 44% と予想してますよ。やっぱね、でかいのがね。シンティちゃん今毛布くじっと怒ってますよ。いやでもね、でかいのが、田中雄大選手、秋田の。雄大さん。はい。なんと、はい。7試合で4クリーンシートなんですよ。どうやばくない？すごいな、守備陣。初めての J2 で。あらま。あとこれもう一個面白いの、これね、秋田対山形なんだけど、はい。ちょっと相模原の方々もちょっと、心ちょっとドキドキするゲームになっていて、田中雄大 VS ビクトルなんですよ。おー、はあ、なるほど。相模原の一昨年の守護神と去年の守護神があって、なるほどね、うん、はいはいはい、っていうゲームにもなるかと思う。相模原キーパーダービーが奥羽本線で実現するってことですね。長い長い。こういう形にもなりますよ。なるほどね。はいはいはい、あと気になるのところとしてはやっぱ千葉、うん、栃木かな。千葉栃木。いや、なんたるフラットな予想。でもミルトドク逃げましたね。いやいやね。そう、ミルトドクたまにやるのよ、これ。たまにやる。文句言われないやつ、これ。難しいわ。新潟金沢とかこんな出しといて。たまにミルトドクこれやるのよ。でもだからそれだけ、うんうん、まあ、さ、栃木がもう千葉、こんな感じなんですね。やれるっていうところまで来てるわけですし。嬉しいですね。そうですよね。ねえ。あと、思えば、この間、マオさんも、うん、うわ、次そっかー、栃木千葉かーって、ちょっとね、オフのところでもちょっとあったような気がするんですが。そう、千葉と言ったらやっぱり恐ろしいですから。よく見てください、相性、はい。相性。直近6試合で見たら、はい。なんと、栃木の方が千葉に勝ってました。いや、そういえばね、残留争いの一番やべえ時に千葉と当たるの多いのよ。2019年とかね。そう。でもそこでなんとかね、命繋いだみたいな試合を覚えてますよ。うんうん、はいはいはい。ね、今回は、栃木の方が上としてね、当たるわけでしょ？うん。ああ。さあ、どうなるかとね。はい。結構やっぱ空中戦関連だったら、ちょっと栃木の方が明らかに上っていうデータが今出てたりするので。そうですか。みんな、攻撃面の方だったら、矢野貴章選手がもうとんでもなくナンバーワンの位置にいて、ね、ディフェンスの空中戦の4位かなんかに柳選手がいたりするんですよね。はい。チーム全体でもやっぱり強かったりするんだけど、ただ、でも千葉のコーナーキック、そう、大月選手のゴールもありましたから。低空フェイダーウェイヘッドでしょ、あれ。いや、そうね。うんうんうん、だから本当ここも行って争うゲームになったりするんじゃねえのってのがあったりします、ね。そうですね。マスク姿のね、ね。佐藤さんが上から見てますから。ね、いや、わかんないですよ、もうさ。そういえば、この間ね、はい、なんかの。言うと兄貴がね。そうなんですよね、うんうん、なんかの試合を見てたんですよ。一試合だけとかな。うんうん、なんかすごいいい声の方だなと思って、解説誰だろうって見てみたら、佐藤優斗って方、え、あれっていう。あ、
そちらもやられてられてる時もやられてるんですもんね。ねえ。いい声だ。そうなんですよ。今年ね、一回どっかでまたコラボさせていただきたい。ちゃんとハイタッチ、あ、今コロナだからあれか。入り口ハイタッチをやってたの、まあね、やるっていうね、お話ありましたもんね、インタビューの時。いや、そうですね。言ってないです。勝手に言っただけです、こっちが。そっちの方が似合いますよ、つって。でも次、ちょっとご登場いただけるときになんかやってほしいですね、ご画面の前と。ね、楽しみだな、はい、お会いしたい。あとちょっと楽しみなの、ちょっとビレット対象ないではないんですが、うん、一番下、はい、相模原対ジュビロ岩田。はい。いや、これもいいよね。相模原ホームにね、お客様はこれ、かっこつけたいんじゃない、うん、これは。だってまあさ、あ、うん、まだ怪我であれかな、やっとさんがだから来るかもしれないですからね。そうだよ。そうだよね。怪我だからちょっと出られるか分かんないですけど、うん、あとやっぱ、鹿沼選手ね。鹿沼直樹選手はジュビロからかだ。そう、相模原からジュビロ移籍しましたから。あ、今、ジュビロにいるのか、そうか。そうか。うん。そう、だから戻ってくる形になるので、デビューっていうか、もうデビューしてるけど、スタメンのね、うん、可能性もあるわけだから、なるほどね、楽しみだな、なんて。うんうんうん、まあ、そんなのが、今回の試合の中には結構いろいろあります。なるほど。いったところでございます。はい。ということで。はい。いや、もう、がっつり、喋っちゃいましたね、これね。25分。ほんとそうですね。あんま長くなっちゃうとね。長くなるとね。長くなっちゃうから。そうですね。はい。ね。しますよ、ちょっと生い立ちからの話をさせてほしいんですけど、生まれは栃木県、この辺で止めてほしいんですけど、長いっつってんのに、生い立ちの話を始めたわけですから、わーいみたいな。もうちょい行くのかなって思って。あ、そっか。もう2エピソードぐらいで行こうかなと思って。フレーズがなかったんですもん。ありがとうございました。終わりましょう。ということで、楽しみですね、週末も。ということでね。ミルトドッグプレビュー J1 10節 J2 8節。ぜひ概要欄からご参加してください。簡単に参加できますよ。チャンネル登録、ね、高評価ボタンで応援してください。井上真央でした。ノーミルク佐藤でございます。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もしてくださいね。